よくない。一回返し。転がってます。今日松山市消防局で本番さながらの訓練に取り組んでいたのは、今月発足したばかりの救急機動救急隊です。救急車が出払ってしまったエリアに事前に待機して出動に備える機動救急隊。状況に合わせて臨機応変に対応することで現場到着時間の短縮を目指して発足しました。今月松山市消防局では市内で最も出動が多い東消防署の城東支所にも救急隊を1隊増やし、全体でこれまでの14隊から16隊へと体制を強化しました。松山市消防局によると今年に入って8月までの救急出動件数は19,921件、過去最高だった去年の同じ時期に比べ1200件以上増加しているのです。高齢化や新型コロナ、熱中症の増加などが原因です。これによって起きているのが、救急出動件数の増加に伴いまして現場到着時間も年々延伸傾向にあります。去年1年間の119番通報から到着までの平均時間は9分54秒、前の年に比べて56秒伸びています。1分1秒を争う消防車のもとにより早く到着することにつながると考えます。このような状況の中、救急車や医療機関などの適正利用につなげようと県が市や町と連携して3ヶ月前に適用を開始したのがこちらにありますね、救急電話相談#7119です。はい、家族の様子がなんとなくおかしいが救急車を呼んだ方がいいのか、具合が悪いけれど病院に行った方がいいのかなど、判断に迷った時に24時間いつでも無料で相談できる窓口です。#7119に電話すると医師や看護師が症状などを聞き取り、緊急度を判断した上でどうすればよいのか助言します。はい、県内ではどのくらい利用されているんでしょうか。はい、運用が始まって3ヶ月ですけれども、はい、電話件数は1ヶ月あたりこちら1545件、想定の 2.5 倍以上だということなんですね。はい、相談内容はどんなことがあるんでしょうか。はい、代表的な相談内容がこちらなんですけれども、はい、最も多いのが発熱ですね。その次に頭痛で喉の痛み、その他にも打撲など、中にはこちらですね、はい、寝やにが出る、飲み合わせの可否など薬の相談も含まれているんですね。全体のおよそ8割が病院の案内など緊急性が低い内容、およそ2割が救急車を呼ぶべき、つまり緊急性が高い内容だということです。はい、県はシャープ7119の運用で一定程度のトリアージができているとの認識を示しています。救急医療現場で働く医師はシャープ7119には救急車や病院の適正利用のほかにもう一つの効果があると指摘します。脳卒中や頭部外傷など重篤な救急患者を受け入れる三次救急、愛媛大学医学部附属病院救急科の佐藤医師です。一つ一つの症例を見れば、やはりその救急搬送するべき人を、ね、拾い出せているというのは非常に大きなことだと思います。ちょっとためらって救急車呼ぶのはといって相談したときに、これ救急車呼ぶべきだというのはね、分かれば県民のためになるかと考えています。隠れ重症者を救う効果です。1分1秒争う方、その方にね、救急の医療の手が差し伸べられればというところが大きなところです。またコロナが蔓延するとか他の感染症が蔓延するときにシャープ7119が活用できれば全部出払うというのが防げればと、そうなるといいなと考えてはいます。